あんたは優しいな。なのに、いつも見送らせて、ごめん。でも俺、なんだかんだで、あんたとの約束は破ってないんだ。今回もそうなるように、勝手だけど聞いてくれ。まず、イシュガルドに行こう。この前エスティニアンを探しに行った時は、ゆっくり見て回れなかったからさ。思い出の場所を案内してくれよ。それから、あんたはいろんな冒険をしてきただろ。その中で、とっておきだったものを教えてほしい。できれば現地でさ。せっかくまた同じ時代に生きてるんだ。英雄譚をたどるんじゃなくて、直接話を聞けたら嬉しい。最後に、あんたも経験したことのない、新しい冒険に出よう。大地を駆けて、海を渡り、時には悠久の風に乗って空へ。絶対に、約束だ。なあ、マスター。